はい、こんにちは。スプラトゥーンの梅ちゃんとメルちゃんです。今日はね、うん、まだやったことないよ。一回も挑戦したことないんだけど、多分できると思う。何からちょっとね、新しいやつをね、やってみたい。腰の作り方、うん、例えば黒があります。黒があって、こうやって、まあ、ここにさ、白を乗せて、ここに白を乗せてピーってやり方でしょ、うん、もあるし、こうやってこんな感じ、うん、こうやって飛ばす方法もあるし、はい、ね、ちょっと違うじゃん。違う。この、うん、今の半分、これ全部押すんじゃなくて半分押すの、こうやって半分なんかダダダダって押す、こうなるでしょ、うん、こうやってこれだけで、これと、うん、じゃあ1個の地球を作ったらどうなるのかなみたいな、いろんな色で、そのぐらいがいいかも。これで、うん、真ん中に1個地球作って、うん、背景を、うん、もう本当にそれだけ。オッケはい、って濃いめにしようか。はい、ってそれでさっき言ってたバリアブルにやればいいか。うん、いつもはピピピピってやるところを、うん、2つ抜いてもこういうやり方で星を、半腰が難しいやつ。は、これ難しいな。難しい。
すいません。初めてやってるでしょ。これはね、あんまやんないよね。初めてではないけど、このなんていうの、この絵、この、この、そうね、この絵は初めて。やったことない色。うん、この丸じゃん。うん、ネオンで難しいの知らなかった、うん、でもそういう時は他の方法があって、いくよ。ここに指を置くの、うん、もっと粒が大きくなるんだけど、うん、指を置くでしょ。こういう時は、は、こうやれば、今ジョンボじゃん、ジョンボ。あくまでこうやってやるね。ダメだ、全部出ちゃう。昔色もあることがあるという発見しました。発見した。はいね。発見すると面白いね。うん。やった。やったやった。なんで？え？ダメだよね。ダメだよ。これすごいやりやすい。ほらほら、超綺麗。でもなんかさ、パープルがさ、紫、うん、あるかないか変わった。分かった。何が違うの？え？なんかこの黄色がさ、もっと大きく、はい、この色はちっちゃく出たり、でかく出たり、うん、それはね、うん、わかりません。そうだよね。それは言うと思った。言うと思った。なんか見て、こう、なんか大きさが違うよね。あ、近さもあると思う、このさ。ちょっと待って。はい。これはね、おー、超綺麗じゃない？ギャラクシー。これだったな。ギャラクシー。明るいとこもあれば、できました。3、2、1、トーン。
あ、この色の時期によって新しいテクニックを手に入れられる入れる、まあ、というかさ、なんかあれでもね、なかなかさ、やる時間もね、ないからね、うんうんうん、こうやって動画撮れるっていうのはいいね。そうだよね。そうそう、 YouTube をやってなかったら、うん、まあまあやってない、やってない。YouTube でいろんなこと試してみようぜみたいな、成功しようが失敗しようが試してみようぜっていうことで YouTube やってるのは、うん、なんかすごいね、いいよね。いいよね。そう、失敗することもいっぱいあるけど、ボス動画もめっちゃあるけど、ね、これはいいんじゃない？めっちゃかっこいいと思う。はい、ということでこれはね、ベースの販売サイトがあるからそこにちょっと載せたいと思います。 OK、 じゃあということでね、みんなあの買わなくて全然いいんで、フォローだけしてくれたら超嬉しいです。ベースのサイトでお願いします。アディオス。あ、楽しいと思ったらチャンネル登録と、楽しい方コメントもよろしくお願いします。アディオス。アディオス、お願いします。